いくらうちラストかな、まだいける、お庭うちうくわうち、もうまだありまった、まだあった、まだあった、頑張ってよ、まだありますよ、お庭うちうくわうちお庭うち終わり、はい、ありがとうございました。結局2回目の、豆まきには参加して4袋、取りました。また多治見太鼓が演奏してますね。岐阜県瑞浪市及び一部御嶽町の方の、鬼岩公園の方に来ております。まあ何やってるかっていうと、福鬼祭りというのがね今日やってますんで、そちらの方に来ております。今こういう風にね、まあ、シャトルバスもありますが、まあね、こちら駐車場でやるということで、全体の雰囲気こんな感じです。時刻は今朝の9時ぐらいで、実際朝の9時半からね、福鬼祭りが始まるわけなんですが、ね、今こういう風にマスクの、マスクじゃないや、マイクのね、テストなんかやり始めております。で、まあこういう服装なんか見てると、よさこいの踊りとかね、やる方がもうすでに来ておる感じです。これ多治見太鼓、多治見太鼓っていうのがあるんですね。私高校多治見なんですけど知らないっす。ぜひ聞いてみたいです、ね、でここはね、まあ、鬼岩の鬼岩温泉のドライブインの、まあ、駐車場で、こちらの方で実際に鬼が踊ったりとかお祭りするわけなんですが、こちらの方ね、鬼岩公園がありまして、ちょっと前、何年か前にね、アニメの鬼滅の刃かなで、鬼の一刀岩ということでこちらの方、ね、岩が真っ二つに割れた感じの岩、でかい岩がありまして、有名になった岩がこちらの奥の方にあります。あれ、まあ僕ら子供の頃レンゲ岩つってたんですけどね、今なんかアニメのブームに乗っかっちゃって鬼の一刀岩ってね、宣伝しまくってるみたいです。で、屋台もね、なんか色が統一されてていい感じですね。まあ偶然でしょうけど、うん、ね、おい、火燃やして匂いがいいですね。岩穴くぐりと、これ、これ昔鬼岩の岩くぐり、僕ら子供の頃はね、いつでも誰でもできたんですけど、まあ今は、ちょっと危ない、なんか昔台風かなんかで崩れたことがあったんですかね。今は年に1回だけ、期日を決めてね、市役所の方立ち会いのもとで、
ヘルメット借りたりして安全確保の上で、岩くぐり実施しておるようです。で今年はなんで4月から11月ガイドツアー、またなんか状況変わってるみたいですね。まあいいや。で、こちらの方に御朱印、なんかいいですね、かっこいいですね。ちょっと見てみよう、ね、こう福鬼に祭り限定の御朱印なんかもあるようで、ね、かっこいいですね。もうね、おお懐かしいですね。ああ四点点。おここに鬼がいる。リハーサルです。まあ鬼岩公園ね、こちらの飛騨木曽川国定公園の中にあるということで、こちら遊歩道なんかあるんですけど、また後で、ね、展望台なんかもありそうなんで行きたいと思います。でまあこのね、流れがすごく綺麗なんで、これだけ撮影してそれからぼちぼち時間になると思いますんで、また駐車場の方に戻りたいと思います。綺麗でしょう。
Oh, oh, oh.
もそのチーム演舞の方ですか。行っちゃっていいですかね。今1時50分頃で、ずっとまあよさこい見てたんで今から食べます。これ、御嶽のとんちゃん丼、600円です。